はい。はい、じゃあラストでーす。英語はそろそろ学べって思います。はい。はい。思いませんかね。まあ、この間から、立憲共産党って、結構連呼している私でありますが、はい。ね、実際選挙協力を立憲民主と共産がやるとかどうとかっていう話になってきているわけでありますが、ですがね、ですがですよ、連合としては、やっぱ元の民主党体制に戻ってほしいっていう思いが、このご時世、この事態になってもまだあるらしい。言おうか、あえて言おうか。あ、バカでねえのかって。お前現実見えてねえのかって。当選は数だけでは決まりませんし、主張でも大いに決まりますからね。我々有権者がそれなりに見ているということは、まあ皆さん、ね、見識ある皆さんにおいては耳たこでございましょうから、あえて言いません。ですが、天下の連合の会長様はそれを知らないらしい。ろくでもないと思いません？はい。まあ、なんでこんな話するか。はい。連合のね、あ、吉野会長。はい。立憲民主と国民民主は対話をし、はい、候補者の調整をして立憲と国民は共にやってほしいというか、マジなめてんのかですよね。はい、はい、たまに私は国民の連中を、あ、国民民主の人たちを褒めることはありますが、立憲の連中を褒めたことはまあ記憶にはないね。記憶にはないレベルで少ないよ。まあ泉が当選した頃に多少褒めた記憶がないことはないかなっていうレベルで、この時何言ったかなっていうレベルで、今の泉が褒める気はねえよっていう話ね。でも国民民主のこの玉木は定期的とは言わん、断続的にまあ価値あることを発言をしているから、決して嫌いじゃないよ。言ってることはそれなりに正しいし、まあそうあるべきだと、その主張にまあ自分もある程度共感をするところではあるなとは思うよね。言うたらすでに国民民主と立憲民主は水と油になっている。ぶっちゃけ自民党と立憲、自民党と国民よりも親和性がありません。はい。そんなところを今の日本の民主党体制に戻ってほしいから、新政党が分かれているのは都合が悪いからって言って一つにしようとしている吉野は、言おうか、本気で頭バカじゃないのかと思うよ。お前なんで会長やってんのって、ね、そもそも立憲民主党は共産なんぞと組もうとするようなやからやぞ。ロソと致命的なまでに折り合いが悪い共産党と、致命的なまでに、犬と猿のごとく仲の悪い共産党と組もうとしているような連中ですよ。それを未だに連合が応援していることこそが本来極悪なのですよ。それが過ちだと思うんですよね。まあ、だからつって国民民主を応援しろとは言わんけど、ただね、ずっと昔から応援してるからとかいうくだらない考えはいい加減捨てるべき。まあ、それは他の政党を支持している支持母体にも言えることではあるが、こと連合については明らかに政党側、新政党側の考えと支持母体である連合の考え方に乖離が著しいと私には見える。連合が何を言おうが、立憲民主はわけわからん方向に行くし、立憲民主が支持を訴えようが、その政策には支持ができないって連合も言っちゃう。本当に支持母体なのか疑わしくなるレベル。お金でつながる関係かな。いや、まあもともとそうなんだけど、にしたってさ、言論っつうものがあるだろうよって私は思うよ。だから今
回のことに関して立憲民主を掲げるのはね、まあ主張をね引き下げ取り下げろっていうのは問題があるので、支持してる連合の方にこそ私は問題があると思う。連合はそろそろ自分たちが支持してる政党に見切りをつける段階に、ね、分水嶺はすでに過ぎたと私は主張したいと思います。立憲共産党なんぞを連合は支持することなどあってはならん。一労働者として、もちろん連合参加ではないとはいえ、残念ながら我が社の労組は連合参加ではないが、とはいえ労組に加盟している一労働者としては、あんな立憲民主党の講演なんぞ労働組合の代表たる連合にしてほしくはない。はい、皆さん、ここをご通行中の皆さんも当然、まあ、学生の方もいるだろうが、社会人の方は労組に多くの方が参画されているだろう。その皆さんは、小野賀労組が支持している政党がどこであるか一度ご考えいただき、ぜひとも問題があると、各皆さんの各会社の、中央委員会かなに対して、お前らそこに支持するのはおかしいと、そんなこと言ってる場合にはちょっとの連合にそのこと意見をあげんかと、ね、立憲共産党なんか支持してんじゃねえと、はい、ぜひとも声を上げていただけると私は嬉しく思います。はい、ね、別に政治的な形式ではありません。皆さんの労働者としてのサラリーマン OL としての形式ある活動に期待するものとして今日は締めたいと思います。はい、本日はありがとうございました。